最近塊魂しかやってないんじゃないか、もしかして。ええねんけどな、おもろいから。はっはっはっ、あっはっはっはっ、ん、声でかいか、前はでかかったら言うて。気持ち静かにするからそうか。よいしょ。はっはっは、な、な、はっはっは、はいでかい、はいでかい。ちょっとゲーム音との兼ね合いとかもまあ見たいので、ゲーム始まったら声がちっちゃいとかでかいとか、その辺もちょっとよろしくお願いします。そう、今ね、あの塊魂トリビュートというゲームを実況動画でやっとるんですけれども、あのトリビュートって多分その過去に出た塊魂のステージの中から制限付きステージをかき集めてんねん。でビューティフル塊魂が結構多くて、あのこのステージから特定のこれ、このの、これを集めろとか。基本塊魂ってさ、制限時間内にこれ以上のサイズにしろっていうのがルール、基本ルールなんやんか。いやねんけど、あれ、ちょっと待って、なんか暖房つきっぱなしになってる。3分で何十センチ以上の作れみたいなんやねんけど、なんかトリビュートって結構これをなんかお金関係のものを巻き込めとか、カロリーが多いものを巻き込めとか、そんなばかりでしょ今んとこ。よし、なのでちょっとあのアンコール、塊魂アンコールというゲームが最近出たんですが、それが初代塊魂のリメイクらしくてですね、僕やってないんですけど、で、まあ、スイッチ版やったから買ってなかったんですけどあのスチームで出てることに気づいて、パソコン版があることに気づいて、いいじゃんって思って買ったんですよ。やろうかなって思って。塊魂楽しいよ、ほんま。口半開きでできるから。あ、そう、魔法書いてたやつ。うん、どんつく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 。ゲーム音でか。ちょっと一回音量ミキサー側で激下げするわ。どんつく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 。ゲームキャプチャー、特定ウィンドウキャプチャー、塊魂アンコール、アンクア、いや、二つほど下げ、ちなみに初代テーマソング歌ってんのは松崎しげるやな。よし、怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、まだうるさい。マジこっち側のあれやったら元の大きさの 10% まで下げてんねんけど、まだうるさい。 9% まで下げるわ。なんでか知らないですけど、海外版のタイトルはリロールになってるらしくて、塊魂リロールっていうタイトルのゲームやってました。青じ様こんにちは、おさまですよ、久しぶり久しぶりでもないけどな。今日
人は転がしてもらうと思ったおじいにその塊をゴロゴロと。そのためにだけわざわざ王様こんなスペースを作りました。チュートリアルかな。わざわざ大コスモの王様が塊を転がすためだけにわざわざ。では早速転がしてほしいけども、けどもその前に王子は振動好きなの。バイブレーションのこと、プルプル震えるやつ。そんなの大嫌い、ダメダメ、普通が一番、自然が大好きというなら、というのであれば、コントローラーのバックボタンで振動のオンオフできるから。あ、そうなんや。ここでオンオフやってくれるとかじゃなくて、操作説明な。わかった。それは良かったですね。ではまた後で。チュートリアルでしょ。何、上見たらなんかあんの。王子ルックってどうやったっけ。あ、あかん、待て。まだ先に これ全部やってしまわんと。はい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 。さすが王子なだけあって上手ね。さらにお上品、きらびやか、もううっとり。トーコさんの王様の読み方めっちゃ好きっていうか、まあ声当ててんのが宮崎智也からマジでこんな読み方をすんねん。どっちかっていうと僕再現してるんですよ。ただ王様が声付きで喋ったのってなんかあれ、ドラマ CD とかああいうの以外では基本ゲーム中では喋れへんもんな、声付きでは。あと歌もあるよな、王様の歌みたいなあったよな。急いで転がしてる時うまくできないから注意。ではまた後で。あ、ジャンプできる。あ、ジャンプってそのジャンプか。何や。怖っ。めっちゃ怖いやん。どうやって戻るのこれ。でかっ。そしてデカ。とうとう現れた、転がしの天才が現れた。何も言うことございません。ドラマ CD やの。いや、知らん。知らんけどなんかで喋ってた気がすんねんな。そう、キングオブキングの歌。王様です、王様です、王の中の王、キングオブキング、王様ですみたいな歌があんねん。うん、なんかな、何かが起きたやろ。何が起きたかすぐに説明してくれるから、ここめっちゃ好きやねん。はい、夢ではありません。やっちゃいました王様、王様やっちゃいました。星空を、星空を壊しまくりました。はい、すっかりやられました。アルコールにやられました。ごめんごめん。でもね、ここだけの話、最高に気分よかった。はっきりと覚えてないけれど、大自然に包まれていた感じ、すべてを美しく感じることができて、すべてを愛しく感じることができた、そんな時間だった。見た王様のナチュラルな笑顔、見た美しく散っていた星たちを、うるさいくらいだった星空が今はただの暗闇だからね。マジでクソこいつほんま。もう王様大体のシリーズでこんな感じやから。でもそんな素敵ミラクルタイムも悲しいかな、いつオーバー。ふと気がつくとみんなご立腹。王様なのにすごく怒られた。もう皆さんカンカンだった。ま、そんなことで王子よ、星空の輝きをさっさと取り戻してよ。父の責任は息子の責任でしょ。王様っての素敵おじさまでしょ。手に手を取って助け合うでしょ。それが親子というものでしょ。はあ、早速始めてよ。っていうことです。
あー懐かしいなーこの感じ。そうき、あのね、ちょっと僕が今動画でやってるトリビュートってちょっとグラフィックがなんかクレヨンで描いたみたいなタッチやねんけどさ、もともとの塊魂ってこんな感じで、結構すごく少ないポリゴン数によるカクカクのこんな感じなんで、一応トリビュートもなんか切り替えでこのグラフィックに戻せるらしいけど、せっかくなんで僕は新しい方のグラフィックでやってますが、小さい、おじゃ相変わらず小さいのね星空のことばかりで全然全く気づかなかった。何その体、そのボディ、本当に王様の息子？あ、わかりました、頭ありついでに体も鍛えろよ、体鍛えて王子も大きくなれでもあの王子本当にちっちゃいから、2センチぐらいやから。王子だからってエスカレーターで次の王様になれると思わないで。話がそれ王様おもろいなこいつ本当にほんまにおもろない、こいつの発言めっちゃ好きやねんけど王様。その塊10センチにしたら王様迎えに来ると思う。あ、そうそう、地球には生き物がいて、うろちょろ動いてるのよ。そいつらが後ろから近づいたら左下に注意マークが出る。生き物にぶつからないよう注意すべきなのだけど、それでゲームオーバーになったりはしないからさ、あまり気にしないで転がしてみてね。よろしく頼むぞ、一寸王子よ。ここ好き、同じだよ王様と同じ、初めて巻き込んだもの一緒。多分あのこの王様も最初これぐらいのサイズだったんちゃう。でとりあえず最初はまあバーッとこうあの塊を作ってしまえばいいのですが、このステージ、あ、10センチやったっけ、10センチってことはもう置いてもらえない。多分あの物に動いているやつにぶつかりすぎて崩れた時とかに、あーでも崩さ、あ、何もけえへんか、崩された時もなんか王様から一言コメントあったような気がしたけど、そうせいか、7センチ、ちょっと、あ、ほら同じだよ王様と同じ、初めて崩れたもの一緒これは日記に書いておこう。おー早く約10センチに、これってゲーム内から音量って変更できへんのかな、できないのかしら。とりあえずオプションが開けるんだね、まで待って、あ、終わった。元気だったか王子よ、地球はどうだい、どうなんだい。へえ、すごいすごい、王様すっかり忘れた、じゃあ大体分かったでしょ、地球のみんな優しいからいろいろ助けてくれるはず、喜んで喜んで巻き込ませてくれるはず。これで戻ったらあのオプションが開けるようになるから、すっかり忘れてました、地球で塊転がすときにはこんなことも注意してください。塊より大きいものは巻き込めさせん、大きいものや壁に強くぶつかると崩れて小さくなってしまいます。あ、すいません飛ばしてしまいましたすごい勢いで飛ばしてしまいましたそのままでは面白くない、次はもっと大きい塊欲しい、もっともっと大きく巻き込ん、もっとも大きく噛み込んだものはおやつ。うん、まあ、最初やからね、10センチさ。あ、ここ自分の星も忘れたの、マジマジっすか、ただ小さいだけじゃないのねここまで来ると親として責任を感じるここは王子星でございます、王子様が生活してる星、星空見たりセーブしたり、まあいろいろできる星です。ここから L ボタン R ボタンで地球とキノコに行けます。地球では塊を転がし、キノコでは塊をぶつけ合うの、あ、そんなんできたっけ、あ、はいはいはい、セーブ、セーブ、はいはいはい、気をつけたいと思います。
サウンド、はいはい下げれます。半分ぐらいにしよう。 BGM だけ気持ち上げ目ぐらいにしよう。こんなもんでどうですか。めっちゃ音量下がってんけど大丈夫？これ僕の視点だけですか？すごい絶望的なぐらい音量下がったんですけど。まあいいや、やってみよう。シャレにならんぐらいちっちゃくなってたら教えて。マガンダンウマガポ。フィリピン行ったことある？王様はおととい行ってきた。今日の転がしついでに行けるといいね。無理だけど。あ、そうそう、これ王様毎回違う国に行くんやったっけ。え、マジちっちゃい。なん、わがままか、わがままの塊か。じゃああげたよ。これぐらいでいい？これぐらいで大丈夫？アルコールにやられました。こんなもんやろ。地球に投げちゃった。地球に飛んでったよ。どこかにあるだろうからついでに巻き込んでこい。たまに投げやりなぐらい命令口調になるのなんなんやろ。今日は家の中を転がしてもらおう。そうだな、すっぽり20センチぐらい欲しいね。7分は信じるけど、それ以上となると大コスボの王様でも我慢できない。そっか、初代って結構制限時間に余裕あんねんな。なんかもうええねんけどってなるときあるよな。終わったんやけど。この辺、このブロックとかを巻き込めると話が早いんですけど、多分まだ無理なので、ブロック巻き込めるぐらいのサイズになったらここに戻って、うわー僕のマッチ戻ってこようという、この重い。あー駒、そっか最初巻き込めるもんないな。これ B 玉、パチンコ玉やった。ちっちゃ、じゃあちっちゃこの塊。いやー無理やろな。序盤はもう完全にこの辺を将棋の駒に頼りまくろう。はい入った。テープもまだ無理やよな。ガムいける、あれガムいける、ガムいけるってことはこれもしかしてブロックいける。はい勝ち確。はいもう勝った。あ上の長いのんだけあかん。あいけるんだ、よし。これネズミはいけそうやけど、みかんは、あまだ10センチか。何や終わったんかと思ってんけ。まだ、あー無理やな。じゃあそろそろ上に行っても巻き込めるものが増えてるはずや。よっしゃ勝った。こういう大量にこれ巻き込めたらすげえ塊でかくできるなーっていうやつ発見できた時の勝った感すごい。はい俺このゲームの勝者。ミカも思いてるやろ。あかん、え、なんで？よくない？その王様も怒るな。長入るのこれ。ああ入られなかったら、え、ちょっと待って。ああ やっていけないいけない。このね、これどうしようってなった時があるんだよな。あとあれやな、トリビュート慣れしてしまってるけど、せやね、本来こんなぶつかったらめちゃくちゃ崩れんねんよな、この塊って。トリビュートなんか崩れへんねん、全然塊が。
崩れへんからちょっと油断してた。どうしよう、外には出してもらえなさそうやな。あーそっか、あれやネズミ取りに引っかかると弾き飛ばされるのか。そんな仕様あったな。トリビュートはね、その目標がちょっと厳しいけど、ゲーム自体はすげえやりやすくなってると思う。20センチやけど、ここがあるのにまろやかな感じ。そう、塊魂って本来その時間を突破したとしても続けられ、続けられるんですよ。こんな感じで。だからこのマップにあるもん全部俺のって。はい、これネズミ取りも元取りになりました。まだもう、ああ崩れていく、ああ崩れていく、俺の塊。ここってどうやって入る。もうこの辺も塊。ああいけるでしょ。ああはいはい、ああ楽しい。はい、面白いゲーム、面白きゲーム。ああ取れへんのかと思った。ん、あれやることなくなってない。あれ他にやること、あ出れるやん。サット言うてや、このアースに負けないオブジェを作れ、言うてや。これ歌ってるの誰だっけ。でもなんか初代の曲は覚えてるな。塊マンボって初代の曲やな。そういうか。あ、王様プレゼント知らん間に巻き込んだ。でもこれ外行ってないでしょ。このステージで人間巻き込めるサイズにできるんかな。無理か。初代ってさ、人間巻き込むサイズまでなるの結構大変なんよ。今尋常じゃないこれ崩れ方。コメントで塊魂って続編とかあるんですかってコメントあったり気がするけど、僕が上げてる動画を見てないってことですか。それおめえ見てねえな。ゲーム実況者トウコさんが今絶賛更新中の塊魂トリビュートの動画見てねえな。てか塊魂ってシリーズ6本ぐらい出てない。もうめちゃくちゃ出てるで。僕が一番やってたビューティフルですらあれ3、4作目ぐらいよ確か。せやねん、初代でもこれあんねんな。あのさ、目標達成して外とか出てバーってどうでしょう、暇やねん。なんかもうええねんけどなってな。多分このステージとかも余裕で王様に褒められるサイズになってるから。これこの時ってね、その流星目標達成時間の速さみたいなのももちろん重要やねんけど、あかん、あくまでそれ以上にあの塊のサイズを見てくるから、塊のサイズがある程度でかかったらもうなんかそれ以上特にこれって言って何も言われへん。あーなんかブロック飛んでる、ブロック、ブロック飛んでる、ブロック飛んでる、ジャンプ、王子ジャンプ、王子ジャンプ。ダメみたいですね。なんか王様めっちゃ話しかけてくるな。こんな話しかけてくるゲームやったっけ。まあもうええやろ。はい、初代王様レインボー 37.1 ミリ、大きすぎて涙出てきた。これはもうすごいすごい。でこんな感じで結構初代ってあの目標が低いん。
そもそも怒られることがあんまりない。まあ、このゲームの実況動画上げて王様にめっちゃ怒られてる人いましたけどね。こんなんやったっけ。そろそろ出発しますよ。はい。臨時ニュースです。星空が突如なくなってしまいました。原因は現在調査中とのことです。コメントしづらい。コメントがしづらいんだが、気をつけるさ。最初の方はできてたやろ。まあでもでもボルトが歩いたことある王様は昨日行ってきた。星さんって何？まああのあれです、プレゼント地球に落として、毎回毎回違う理由でプレゼントを地球に落とすから。今日は街の中を転がしてもらおう。50センチぐらい、50センチか、9分余裕や。余裕やん。あ、もうしょっぱなからしょっぱなから全然いけるやん。あ、缶詰はまだ無理。ここ覚えとこ、ここも覚えといて、覚えとこ。あー、この曲好きです。カッタマリーや、これたこ焼き。この曲さ、僕が上げた動画でアレンジ版流れてなかったで、あ、この曲覚えてるみたいな話をした気がする。バナナまだ無理。あー、てかもうトマトも無理か。なんか何もダメ。原曲がいいよな、すごい。やばい、ルート取りを見捨てる。この辺巻き込めるもんが何もない。取っとくどうしよう。邪魔ー。これ焼きでも美味しくないな、これ。ここか、ここやな。ああ、これいける。こういうね、細長いやつってな、なんか塊の大きさにあまり関係がない上に巻き込んでしまうと、こんな感じでものすごい動き方がいびつになって転がしにくくなるっていう弊害がある。大丈夫か。ガタガタガタ。そろそろ缶詰いきたりせえへん。はい、神ゲー。これ取れたらもうやわ。もう買ったわ。この辺り全部取れるわ。じゃあ、オッケー。この塊にできたのはかなりでかいな。これでかなり動いけるところが広がる。マヨネーズ取れたりせえへん。こいつらはいける。あー、逃げてた。今のは貯めるべきだ。あー、このサラダ油も取りたいな。受けない。あ、これはもう少し早めに来るべき場所でしたね。何があったのここで。どうしたの王様。一番最初に街中言ってたけど、ほんまにこんな治安悪いことある？さすがに取れへんか。いけるなってない。いける。よし。この辺で30センチなったら次どこ行くかな。カメラ引いたから。大会だね。そっか。この時って王様めっちゃ話しかけてくんねんな。スタート地点にあるこの辺全巻き込みして、もうここには来ないよ。こもうないなって。真央くんは多分気づいてないけど、これぐらいなら登れるよこのゲーム。
マオくん知ってた？このゲーム段差登れるよ。だからこの階段とか登れるよ実は。チュートリアルで段差を登れますみたいな言えんかったっけ。彼段差が登れることに全く気づかずにめちゃくちゃ狭い範囲ですごい頑張り続けてたから。よし、さすがに無理か。トイレットペーパー取れる、サラダ油取れたりせんかな。きたこれめっちゃでかい。これもこうきたらカニ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 。この人形取りたいな。でかい三人感情。クソ、ダッシュが発生できない。これも基本的にほとんどのもう取れる状態になったやろ。目標4分55秒、遅いな。ルート取りミスらなければもっと早く行けたら。チリトリも取れんじゃん。あ、取れるわ。え、もう取れる、取れないものなんだ。すいません、ありました。杖、猫さん杖。あ、これ戻ってくる予定なかったのに最初のとこやな。まあ、結構もう超えるっしょこれ。ああ邪魔か。反対側から回り込む。ただここは登れるけど。ほい、取れる。これ柵系が取れだしたらもう話がすごい進むよな。柵系とあの草系、敷居やったりとか。あれ全然終わり。植物系が取れ始めると一気に塊のサイズ拡張できるから、そうなったら別ゲートなんだ。いけるやろ。入った。はい、マットも取れる。ああもう勝った、もう勝ちました。はい、もう僕は転がる暴力と化しました。猫もいった。バケツもいけれろ。あ、バケツもまだ、バケツまだ無理か。もう取れないものほとんどないな。この状態で階段の上に行けば配置したやつ誰やねん、めっちゃ怖いやん。あのさ、なんかよく物語では見かけるんですけど、実物を見たことがないんですけど、ネジを巻くとシャンシャンシャンってやってくれる猿の人形、どこで売ってるんですか。実在するんですか。ショップに行ったら売ってる。猫も取れそうやな。あ、てか猫もう取ってるか。はあ、外出て。序盤のマップってトイザラスにあるの？本当に？ほんまに？俺トイザラス大好きやけど見たことないで。結構真剣にトイザラスに住みたいと思ったことあるけど。ほんまにあんの？俺はトイザラスのことを何も分かってなかったってこと？人参、この兵もいけるな。え、ここまで来て砂のお城あかんの？そう、いけるやろ。調子乗ってんな。どう考えても砂の汁よりでかいもん巻き込んでるやろもうすでに。OK、 90cm。 え、トイザラスってだって楽しくない？別に何買う、子供の頃だってトイザラスで
て夢の国じゃなかった。トイザラスよ。あのキリンのキャラ、トイザラスってとこでまだあんの？滅んだの？もう撤退した日本から。まだいる？数は減ってそうやな。まだ終わらない。なるほど。あるんや。へえ。僕の生活圏内でトイザラスが視界に入ったことが一回もなくて。91.3。大きすぎて涙出てきた。ほらもう王様が褒めてしかくれへん。アメリカのトイザラスなくなったんや。へえ。悲しい。え、じゃあアメリカのトイザラスキッズどうしたらいいの？死ぬやん。アメリカのずっと子でいたい子たちはどうしたらいいの？ねえねえ、さっきテレビで星がなくなったって言ってたよ。ほほほ、そんなことがあるものですか。さあタクシーが来ましたよ。お母さんの謎の演技好き。ほほほ、本当に言ってたのにな。なあ、これ確かこの妹がヤバい子なんじゃなかったっけ？コスモ感じる子じゃなかったっけ？コスモ感じるんでしたよね、の子じゃなかったっけ？星を作るよ。カニ座を作るか。ストーリー進めていくか。スペイン行ったことある？ここは王様のもう一つの故郷。今日の転がしついでに行けるといいね。無理だけど。それ言いたいだけやから。次は、あれ、なんかまだちっちゃなってない？ここの塊は1メートルぐらいは欲しい。あーってことはそうでんのかな。10分。はーい、はい、もう大好き、ジャンパイ。うわー、嘘でしょ？ジャンパイ巻き込めへんとかもう終わりや。あ、いけた。ジャン、もう塊魂最初の方の味方。ジャンパイと消しゴムとキャラメルの粒、塊魂を遊んだ人ならもうみんなが大好きになっていくだろう、この辺の物質。消しゴムまたあかんか。もう少し転がしたらいけんじゃうかな。机にあるもんだけで全回収いけそう。また無理か。あー、この曲もいいよね。だから初代の曲は全部いい、とてもいい。あー無理か。赤ブロックならいける、キーブロックもいける。よし、これで8センチ超えたから多分もう消しゴムがいけるはず。すいませんでした、落ちました。王子耐えて、王子、王子。よし、 OK。 そしてこのブロッコリー、なんで床にあんねん。アイドニスターみたいなやつや。懐かしい。でーねーや。あー覚えてる。実際このゲーム、こんなわけのわからんゲーム性の PS2 の謎のゲームやのに、呼んでるアーティスト陣ガチやから。普通に有名な人めっちゃ呼んでるから。このゲーム買わんでもええからサントラ買ってくれ。あ、もう入れなくなっちゃった。いや、これをゴリ押しで、これはダッシュをすれば、王子ダッシュを用いればゴリ押しで抜けれる。おらーな、まだ無理か。こっちは10センチ以上。いえ、なるほど。あ、やめてくれ。外敵がすごい。
猫とかいう害獣。僕もねこのゲーム実は当時は謎ゲーやなと思ってたんですけど、実は僕このゲーム発売日にやってるんですよ。なんでか知らんけどこのゲームをめっちゃ、このゲームは面白いという、あー謎の可能性を信じた僕の友達がいまして、いやこのゲームは面白いぞっていうやつが発売日に買ってて、たまたまその日そいつと家に遊びに行けて、これ今日発売のゲームやねってやりだして、あ頭がおかしくなってしまったんだな。こいつとは長い間友達だったけど今日で終わりかと思ったんですけど、見てたらもうこれやから明らかにおもろい。え、なんか知らんけどめっちゃおもろい、おもろそうってなって僕も買ったんですよ。その流れで僕もその日帰りワンパク小僧で買ったんですよ。ワンパクによって買って帰ったんですけど、まだあのワンパク小僧ゲームショップの。そうあれね、でめっちゃ遊んでたな。今思ったら中古で買えばよかったな。暴言、こんだけ塊魂好きアピールしといて急に暴言吐くけど。面白いゲームやとは思うし、みんなもぜひやってねと思うけど、これ新品定価で買うゲームか。あ、このロボ見たことある。さっき通ったロボット見覚えが。あ、ちょっと待って、やばくね、なんかすごいのんびりペースで進んでない、マジか。ここあれやな、もうガンガンステージを変えながら進んでいくタイプやな。 OK、 ここからスタート地点戻れます。スタート地点に巻き込めてないやついっぱいあるから、この辺、よし、この辺が取れるってことやな。まだ無理か、テディベアはまだ無理。お茶関係るゾーリー系セッタ、チューリップは、チューリップは無理か、柵も無理か、戻ってくるのちょっと早かったかもしれん。もう少しいけるこうやと思ってた。メロンいける、メロンいける、何かいける、洗剤いける、どんだけ洗剤買い置きしてんねんこの家、どれだけ服を洗えなくなることに対して怯えてんねん。お前が怖いわ。50センチ、50、そろそろ、柵いける、よし。猫は無理、あたりも取れる。初代はね、なんか目標めっちゃ簡単やねんけど、単純にルート取りをすごい考えさせられる。なんていうか、初代ってプレイステーション2だからさ、そのあんまり当時のゲーム機に性能が良くないから、画面にもものすごい、最近の塊魂ってゲーム機の性能が高いから画面にもうすごい量のものが置いてあるせいで、結構どこに行っても物取れんねやんか。この当時の塊魂の PS2 の頃ってさ、物の数が少ないからこの場所一切巻き込めるもんがないみたいなマップが結構ある。ここ巻き込めるもんゼロみたいな、もう場所を変えるしかないみたいな状況は結構ありがちで、進み出すと早いんやけど進み出せない状況で積む時がある。
OK。 あ、ちょっと遅いな、ちょっと遅い、ここからはもう勢いで行きたい。出れた。あ、ちょっと待って、子供逃げてる、逃げてるやつは巻き込めんねん。 OK、 子供取れた。武田美代子取れた。探したぞ武田美代子。ゴミ、あ、この辺もいけるよ。ダメでした、すいませんでした、すいません、僕ゴミは僕です。あー取れた、これ取れたらめっちゃでかい。ここも入るか。よし、あのゴミ野郎、もう許さねえぞあのゴミ野郎。あ、キッチン全然来てなかったな。塊がでかすぎてちょっと何も見えないんですけども。ちょっと塊が暴れる、塊がでかすぎる。塊がでかすぎてむせた。出たい出たい。あー、敷居が取れ始めた。この柵とか敷居とかこの辺が取れ始めたらもう、もうさ、これビール瓶のビールケースもいけるでしょ。あのゴミ野郎、あれゴミどこ、ゴミ、あーいたなゴミ野郎。そう、かけらもさ、塊の大きさアップに貢献せへんかったわあのゴミ。しかもね、初代ってね結構このもうこのサイズになっちゃうとここ入れませんみたいな制限が結構きつくて、塊魂シリーズはシリーズ通して全部それはあんねんけど、なんか結構ゴリ押しで入れたりすんのよな。でそれ、あのこれ多分初代塊魂特有やねんけど、ハマりみたいな現象があってさ、ハマってしまうとさ、抜け出せるサイズになるまで塊が小さくなり続けんねん。地獄のようにブワー削れまくって、塊のサイズがほんまに一気に1割ぐらいなくなったりするんだけど、あ、塊が、あ、もう動けない。あれがね、続編ではかなり少なくなってんけど、初代はほんまにしょっちゅう発生する。あのマップは外には行けへん。初代はあのなんかマップ制限めっちゃ厳しいから、ここでここから出るなみたいな制限結構きつい。星空に回復の兆しが見え始めました。原因は現在調査中とのことです。早く来なさい。ねえ、今度は星が増えてきたみたい。世の中不思議すぎるやろ。早くしないと飛行機が出てしまいますよ。本当に言ってたのにな。ビューティフルしかやったことない。ビューティフルはいいよね。ビューティフル塊魂のさ、あれよくない？アイドルマスターの曲よくない？歌えんねんけど、なんやったらもう聞きすぎて。私は天海遥香です、イエイ。あ、トレードマークは頭のリボン。明るく前向き遠距離通勤、一日一回転びます、イエイ。めっちゃ覚えてんねんけど。せやね、ビューティフル塊魂さ、アイドルマスターの曲が入ってんねん、一曲。しかもアイマスのアイドルが一人ずつ自己紹介していって最終的に団結するっていう曲やねんけど、一致団結団結、めっちゃいい曲やねん。しかもめっちゃいい曲やねん。あ、朝のラッシュで、はい、わかりました。どっかにあるだろうからついでに巻き込んでこいよ。みんな大好きやってないねんな。
みんな大好きと PSP、 なんか携帯基盤のやつはやってない。 1.5m、 まあ大したことないやろ。どっからスタートしてんのこれ。13分。めっちゃ待ってくれるやん王様。実は息子のこと大好きやな。さては、うずら、食べ物を大事にせえよこの町。この町の住人。入る無理か。降りましょう。まだいけるはず。うん、いけるな。これは？いける。これに延長コードって名前ついてんのおかしいと思う。おかしいと思うし、それが砂場に埋まってんのもおかしいと思う。延長コードではないよ。あ、弾き飛ばされた。お寿司。お寿司も結構序盤の大きさ稼ぎに役立つことが多いね。なんかないかな。目が覚めるような塊ないかな。あー、この辺いいですね。はがき無理かな。はい、神ゲー。はあ、これだから塊魂はやめられねえんだ。このサイズでこれ無理かな。巻き込めたら魂が早いなっていうやつが巻き込めた時のこの楽しさ。飴は？飴は、はい、神ゲー。なんだいこの面白いゲームは。痛い、すいませんでした。ゾウさんは？ゾウさん無理か。ああ、リンゴリンゴリンゴ。この塊いけるかな、これ巻き込めるかなみたいなのをこう、えい、いっちゃえって言いながら突っ込む。あーた、あー、まあいいか、いいや、後でまた行こう。特に初代塊魂が結構その傾向が多いんですけれども、なんかあのマップがそんなに広くないからさ、同じマップをひたすらぐるぐる回ることが多くて、なので1回同じマップに3回ぐらい来る計算みたいなの結構あるんですよ。今はこれしか巻き込めへんけど、次やったらここにあるこれが巻き込めて、さらに大きくなったらここにあるこれも巻き込めるみたいな。もちろん塊魂はどのシリーズもそういう作りになってるんですけど、とはいえ後半になればなるほどマップが広くなっていくので、マップが広がれば広がるほどもうなんか別にここもう来なくていいみたいな、新しいマップに行き続けるだけでゲームが終わるみたいな結構あるんですよ。ちっちゃかった頃はあんなに壁に見えてたのに、今の俺なら取れるんだなぁみたいなのが楽しいよね。何やこのゲーム、楽しい点しかないやん。あー、さっきは俺を弾き飛ばしてくれたね。よくも弾き飛ばしてくれたね。ここもこれも取れる、手錠も取れる。夢のまた夢やと思っていた手錠が。何このめっちゃかわいそうな猫。何したん？お、45m 地点、OK。何？よいしょ。助けてあげよう。これでお前はもう自由やで。後で巻き込ましてな、その代わり。男子中学生、あぶねえ。なんでか知らんけどさ、こいつら襲ってくんのよ。本当に理由わからんねんけど、近づかんやろこんなでかい塊がぐるぐる街中を巡ってたら。あー、飛び出し注意看板。こいつら、お前ら後で覚えとけよ。これも無理やろな。ちょっと待って、入ってはいいけど、いまいちこれって
これといってないぞ。同じだよ、王様と同じ、初めて泳いだところ一緒。ほんまか、野菜いけんじゃない、食べか。ぼんぼりは、ぼんぼりいける。商店街はいける。な、な、あれ、動けないです。はい、はい、ありがとう。あ、君か。普通は、いや、こんなん取ってる場合じゃない。こんなん、そんなんしてる場合ちゃうねん。こっちも必死なんじゃ。え、追加あかんの？嘘。よし、いけるんだった。いやー、追加あかん。どっち？あ、このスイカ切られてんのか、切られてるからか。切られてないスイカならいける。もういけるんだったやろ。まだあかんの、スイカって怖。さすがスイカ、高いだけある。高いけど買ってしまうだけある。いやー、この辺微妙やな。んー、あー、来た。これはこの切り株いける。切り株がいけたら、切り株がいけたら勇気と希望が湧いてくるな。きた。よいよ。あ、上がらして、上がらして、上がれない。ついでにキャベツも全巻き込みしといて。何あの格子、この格子欲しい。俺の格子、お前俺の格子。無理か、後でもらいに帰ろう。こんだけサイズが増えたら、ちょっと待って、坂道の挙動が難しいんよな。これ初代特有やよな。小学生もまだ無理。諦めろよ、小学生。おー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 、いける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 。そろそろ小学生、まだ無理か。でも逃げ始めたからそろそろやな。この辺って、あっ、看板看板看板、飛び出し注意看板。来たな、終わりじゃった。あー、あかん、そう。え、飛び出し注意かも、まだあかんの、せやん。いけるよ、いけるって。小学生いけんじゃん、いける、よし。小学生がいけて飛び出し注意看板がいけへんわけがない。ごめん小学生、今多分すごい痛かったと思う。小学生王子の仲間誰が好きですか。あの、名前覚えてないけどさ、なんか目4つぐらいあるやつおらんかった。なんかビューティフルでずっとそいつ使ってた気がするんだけど、なんかサイクロプスみたいなやつ。よいしょ、来たな、塊魂始まったな。これはちょっとまだ、あー、ここは、あー、ちっちゃくなってる。 やめろ、寄せ。はまだ無理。おうしい、よし。え、でもなんか地味に困ってる。あー、よしよし、この棚を巻き込めたことで全てが始まった。ハイフィーバータイム、これはもう、もう全て。はい、塊魂、楽しい。はい、楽しい。まだ電柱は無理だ。まあ言うてる間ですわ。よし、もう突っ張りもいけるし、粉もいけるから。はい、自転車もいける。サクサクサクが取れ出したら
あー助けて、引っかかりました。このゲームで塊がでかくなるとね、挙動が遅くなっていくんですよ。後半は結構考えながら動かなきゃいけなくて、あーここ覚えてんな、ここ苦戦した記憶があるぞ。今更やけど戻ってみようか。あの柵を巻き込めへん限り戻ることはかなわんな、これ怖っ。無人のバイク走ってる、怖っ。あのギター弾いてるふれあいフェスティバルぐちゃぐちゃにできへん。できたわ。バイクもそろそろいけるやろ。よし、この燃焼系の人、柵まだ無理か。え、次何がいけるんや。バイクもまだあかん。え、何がいけんの。え、何がいけんのこれ。大きくするのが難しくなってきたタイミングのやつ。プレゼント、あーどこにあんねやろ。あーサク一系出した、サク一系出したぞ。内側のサクならいける。このサクはまだ無理、自販機もまだ無理。この状況やな、結構ね、この何取ろうってなる、何も取れないみたいな時はね、ちっちゃいわけではないねんけど、かといってこれが取れないどうしようみたいな時が、柵、寝てる人、この柵はまだ無理。ここ1分切りました。え、もう何も巻き込めるもんなくない。これがあかんのがきつい、これがあかんのがきつい。この柵もあかんもんな。この柵があかんってことはもう来た道を戻ることもできへんねんな。上はね、行きたいのは山々やねんけど、多分あの柵を崩せないということは無理です。単純に通れへんと思う。まだ柵を取ることができればこれ巻き込んで戻れねえけど、え、あかん、すっごい転がってる、すっごい止ま、助けてください、僕は死にます。あー終わってしまった。まあ目標 1.5 メートルやから間違いなく褒められるけど、あでもそうでもないな、感動させれてないな。最も多く負けたのは和食そうか。板前干し。お、流星が、やっと流星が流れてくれた。シート2つに3人座ってない。あら、もうサザエ島が見えてきましたね。あれ？あれ、大きなおじさんが見えたのにな。椅子の感情合わなくない？星を作る道具。
母子家庭、いやお父さん出てくれよ最後に。アラビア行ったことある？おさまもまだ行ってないんだよね。今日の転がしついでに行けるといいね。無理だけど。その入りなんなん？お前のつかみなんやねん。松崎しげるはエンディングじゃなかったっけ？妹手荷物扱いなんかな、あの フロントのところにある。これ以下のサイズであれば持ち込めますなんかな。3m11分、なんで時間短されてんねん。でも最初の塊がでかいからこれは多分スピーディーにいける。はい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 、人間嫌い、お前後で殺す、巻き込み殺す、一番痛いところに巻き込む、めっちゃ蚊についてるところにお前巻き込む。あ、この曲か。これ塊マンボじゃなかったっけ、この曲、この曲が。せやわ、懐かしい。あーくそー、ダッシュならいけるな、あれ。でもダッシュまでして取るのがリンゴやったら別にそこまで頑張らんねえな。キャベツ、これ途中から確かボーカル消えるよ。3、4回ぐらいループした後でボーカルが消えて BGM だけなんだよ。ほい、あー、俺のリンゴ。おーじーや、よし、これは取れる。どうしよう、このステージでもそんなに難しくなかった記憶があるなと思ったけど、このステージ確か真央さんが見捨てました。さっきから引き合いに出して申し訳ないんだけど。このステージの記憶が全然ないねんけど、どんなステージだったっけと思ったけど、今唐突にポンって思い出した。あ、真央が失敗したステージや。マオさん初心者やからこのゲームしゃーない。よし、7がやばい。7、この次か、死んでたの。オッケー、もう策も取れるようになったから、え、もうこれ貸し隠しだね。辻無理、言うてや無理なら無理って。これこっちから登れないんだっけ。子供はいけるな。あ、同じステージなんだ、ドクトララが。目標がでかいのか。メダワラ、めっちゃ BGM 気になる。めちゃくちゃ気になる。はい、ひまわり、かかし無理。ひまわり OK で、かかし無理なのは何？ガバガバ判定何？あ、でももう大人も弾き飛ばせるなんて言ったな。この弾き飛ばせるなんて言ったら話があるの。どな弾き飛ばせるなら話が早い。自分で言っといてないけどね、俺は何を言ってんの。この前小学校やったっけ。あ、入ってもしゃあないな、これ。
植物が欲しい。植物がまだちっちゃいのしか取れへんか。入れる？持ってきたか。うわ嘘やろ。いやー羊が欲しい。さっき俺のことをぶん殴ったから。もうこの辺え宗教や。スワンボートの会や。怖っ。あ、一人だけ失敗した。じゃああいつだけ残してあげよう。海中で立ち尽くすがいい。久しぶりに戻ってまいりました。もう一通り取れるやろ。うわでっかこのぞ。でかっ。あーよしよし。気が取れる。勝った。気が取れるイコール勝ち。自販機も取れる。これ、あこれ早いっしょ。なんやったらスタートしてまだ戻ってきていいなと思ったけど、今入り口の大きさ的にもしかしたらもう戻らへんかもしれない。取れる。今このおじちゃんキャンプファイヤーしてたけど、真後ろにクマが3段重なってたよ。無事？この柵とか取れたら美味しいんやろうな。もう少し頑張れば取れそうやな。たこ焼き屋は？ジャイアントスイング勢は？ああ、使ってる方。まだ無理。ベンチだけ回収して。これ登られへんかな？登れるから。登れちゃうんだな。ここに戻ってきて植物片っ端から回収していったら多分一気に塊のサイズ上げれる。車とかも取り出したらもう勝ち確やねんけど。あーかん、塊がでかくなりすぎてついに道路を通りづらくなってる。これもあるあるやねんな。でかくなりすぎて街中転がそうとするとうまく通れへんみたいな。こんな感じバシンバシンバシンみたいな。これゾウもいける。サクもいけそうやな。ここまで来たらサクいけるっしょ。よし。何あれ掘削機みたいな。車まだ上がんのか。よっしゃ。ガソリンスタンドを蹂躙します。マイケルベイ。さっき俺に向かって発砲してきた警官捕まえに行くか。前らじゃー。よし。何もない街になってしまった。あ、スワンボート行けるんじゃない。そして、あ、無理か。欲張った。スワンボートが無理ならもうスワンボートだけ避けて。多分このマップで取れる塊ほとんど取ってんけど、まだなんかあるか。一応マップごとにこれ以上もういけないっていう限界地点があるから、それを鑑みるとなんていうか理論値が存在するんだよね。このサイズ以上にはこのステージではできないですみたいなのあるから、まだまだいけると思うけど、そろそろ限界なんは限界なんちゃうかな。学校行くか。いけるとは思うけど、学校より先って確か次のステージやから。そもそも今学校に入ったところで
確かこれ、あ、こっちから、そうそうそう、先に進めんねんけど。あ、やっぱり先に進めなくされてるね。ここまでやん。じゃあもうこの辺の塊を適当にもらって、うわぁ、やめてやめて俺の塊、あ、でもサク受けるサク受けるのはでかい。ちっちゃい車とかなら無理か。スワンボートならいけるんじゃないか。スワンボートなら、俺スワンボート食いたい。この辺の木はいける。さっきはよくも俺のこと弾き飛ばしてくれたな。おお、あ、すいませんでした。あ、すいません。あいつ硬くね。何あいつ、やばない。国なんちゃう、あれ。え、このサイズであかんの、スワンボール。嘘やん。今サイズ変動したから今ならいけるか。あー、戻れなくなってる。おら、まあ十分でしょ。十分仕事したでしょ。この辺も通れる。ほら、これ、あー、遅い。塊がでかいから遅い。よっしゃはい、俺の勝ち。なんでサクだけ残った今。切な、行き過ぎて涙出てきた。よっしゃ、やっぱり地球は物だらけだね。ふう、ヘルシー性。そうか、言うほどか。あー、流星も流れた。よかった。あ、着いた。あ、見えた見えた、ロケットが見えた。おい、ミチル、お父さんはあそこにいるんだぞ。もうすぐお父さんに会えますよ。ミチルの感情を失ってる感じめっちゃ怖い。あのさ、あ、これ次の星ってどこ。あ、これもしかしてなんかの星座作らんと次のステージ出へんやつか。あ、星を作るの数字消えたな。適当に何かやるか。逃げられた。実は王様も星座を作ってたの。大熊さん、親として息子に頼りっぱなし。そんなのかっこ悪いでしょ。で、さっきようやく出来上がったのにもかかわらず最後の一頭に逃げられた。クソ、クマ野郎もういやおもろこいつ。あー、クマの匂いがプンプンする。チキショウ、クマめ、さっさと早いとこ巻き込んでちょうだい。もう一頭でいいから、一頭だけでいいです。最後の一頭が足りないだけだから。なるほど、これあれか、あの牛クマのあれか。でも色ついてるからめっちゃやりやすい。じゃあ色がついてないっていうのがめっちゃきついんよな、トリビュートな。いや、パッと見でこれ何これは何って思いながら進まんだから、それだけ避けながら。色ついてるからもう判別が容易というか、こんなにクマおって一頭逃げられたの。自分で捕まえたらええやん。
なんか列の中にしれっとクマ混ざったりしてそうで怖いな。ほいほい、うわぁ、クマおった、おい、クマおる、クマおる、あぶね、あぶね、あぶね。出ましたね、皆さん。僕の神回避見ました、この下のこの3つ。そして この石像。あぶな。うわ、白熊おる。あ、でもこの白熊は多分サイズ的にまだ掘ることができる。できるだけでかいクマ。あ、なんか取ったな。小さい。これで王様落ち着いて。何これ小さい。この小さい小さいクマ、王様逃がしてないよ。まあ、ギリギリ大熊座になるからいいけど、次はもっと大きいの巻き込んだよ。大熊座、小さい、何回も言うな。は、感じる、コスモを感じるわ。感じる、コスモを感じるわ。覚えてたわ。大熊座がのこのこ帰ってきたのね。襲われる。大熊座に、大熊座との間に何があったんや。まだ出へんか。あー、出た、星を作るんだな。とりあえずじゃあこれだけやります。魔王さんが激ムズやと、激ムズであると。ポーランド行ったことある王様はちょくちょく言っている。よし、ちょっと世界の中を転が、あ、世界ってことはもう相当いくやろこれ。6メートル12分、長っ。最高難易度起こる。本当？ば、な、な、何やねん。ああ、助けて。チンピラに襲われています。でもこれバナナ取る理由なくね。こんなん塊のサイズをアップに全然繋がらんぞ。あ、とはいえあれか、まだ夜間すら取れんのか。バナナめっちゃあるやん。こここけし、パイナップル、ゴング。よし、もうそろそろパイナップルも取れるし、あー何もないな、向こうがいいや。あー滑る。もう一回だけ橋の上行こうか。夜間が取れるんだけど、あれから。この辺の夜間をバーッと取ってしまって、ライズアップして、ちょっとバナナに鋭く反応してくる王様が。パス取れない。おー動けない。これさっさと待ち行かんだかんな。落ちまーす。鮭取りまーす。鮭で登りまーす。鶏いけるな。コーナーリング生まない今の。タイヤ、あ、タイヤいける。タイヤいけるのでかいと思う。サイズアップもしました。そしていける、飛び出し注意、いける。鼻輪はまだ無理。お、あ、もうこれかなりいけるぞ。
段ボール。お、すげーのいる。修行中のロロノアゾロみたいなやつらおる。この雪だるま取れるか。取れる。スタート地点戻ろう。スタート地点で取り逃してるやつらかなりいけるなってなって、このコッカーを回収して、あここか、あー入られへん、巻き込むしかないのか。スタートして戻ってきたあまり意味ないな。さては、せっかく戻ってきたけど、いや、ひまわりは、ひまわりは美味しい。お、表彰台ごと人巻き込んだ。これもう人はいけるな。なんか特殊な状況でない限り歩いている人は全部取れるな。あー、力士の周りを回る子供たち。自分で言っといてね、俺は何を言ってんの俺今力士の周りを回る子供たちって言った。どういうこと、何それ。ゾロは取れるけど石は取れへんな。花輪は、花輪もまだ無理か。学校、お、全校生徒よし校長の校長の像が校長の像が多すぎる こういうのおもろいよな、このゲーム。落ち着いて考えたらめっちゃおもろいやついっぱいあるよな。おー、そのプレゼント取った。ほい、突き詰めるなりました。車とかも取っていきたいんやけど、ここってね、多分この今傘がないので人巻き込んでとりあえず稼ぐけど、車取れ出したらかなり進むねんけどな。自販機このプロレスラー回ってる。植物取れるなってほしい。石、ガードレール取れる。ガードレールが取れる。ね、このね、この街の中のね、ないんかな、ないか。あのね、あっこのね、旅館の上に書いてある看板ある、あれが全部取れるんですよ。全部取れて、取れるととてもでかいので、後で行きます。今はガードレールかな。 OK、 サイズかなり上がった。戻ろう。車取れるようになったぐらいで戻ろう再び。なんか大きくなりすぎた。俺は大きくなりすぎた。自分がでっかくなりすぎるとね。あれ、車弾き飛ばしてた今。車ってかなんかコンバインみたいなの弾き飛ばしてた。か。よっしゃ、車取れるようになった。ゲートも飛ばせる。こん中入っても意味ないか。せっかくだから入るか。ダッシュすれば入れる。はい、いける。よし、木、普通に生えてる木が抜けるようになったから、これ多分もう自家用車ぐらいなら取れる。自家用車が取れるんだったらこっちのもんよ。
トラクターみたいなやつこれ。トラクターだから。よし、車いける。この街もう用事ないな。むしろ道幅が狭すぎて。これ確かこの学校名も取れんねんな。よし。海。海か。なんか突っ張りがバイクで校庭走り回ってる海。よし、ジャングルジムも巻き込めるかな。ここで生えてるこの木が取れるんだったらもう終わる。そしてとても気持ちがいい木をね、根元から。よし、取れる。旅館の看板が取れる。これめっちゃでかいね。これ取れるとね、一気に塊のレベルが上がる。ブルドーザーは無理か。ハードレールは全部取れるし、取りたい、木を取りたい。木、これちっちゃい方の木でもいいねんけど、まだ無理や、無理か。木って何メートルから取れるんや。もうこの辺の木とか根こそぎボコボコって取れた時の快感すごいよ。看板来た来た。そして植物が取れ始めるともうサイズアップに再現がない。見て、ここ見てて。今から行くから、行くよ。でかくなりすぎたせいでやることなくなってるの。俺はでかくなりすぎた。想定を超えて。カモメワカメ行くか。あ、俺もだ。ケーキを乗り切ろう。カモメワカメ。すいません、ワカメいただきます。ワカメいただきます。不景気頑張ってください。取り立ちすぎてて、こっから登るの無理やな。無理か、これいけそうやで。いやー、無理か。いけるかもしれへんけど、まあいいや。ここはいけるよ。あのキノコ欲しいぞ。このブルドーザーをいただき。あー、ブルドーザー取れへん。またあかんのか。そう、塊が大きくなりすぎて動きがすごい、制御がむずい。なんか坂道とか登りづらくなるしさ、でかくなると。これあのキノコが欲しい。これあのキノコ欲しい。あー、キノコ。なんやねん、何もしてへん。あ、パレス白波の看板欲しい。よし、よし。でかい方のキーは取れへんかったな。センセーションって書いてある。あー、終わってしまった。はい、終わり。おさま犬の散歩に行かないと、だから宇宙に戻りまーす。10メートル76センチ、5ミリ。いけるやん。
なかったっけ、もうってなんか次のモップに進む方法が分からなくてずっと最初のところに居続けたんじゃなかったっけ。それのせいちゃう。基本このゲームどんどん先に進んでいくゲームやからな。よーし、流星も流れた。これスイッチ版、スイッチでも出てるやつ。今俺がやってんのはパソコン版。宇宙センター行きのバスが来ましたよ。はーい。あれを見てからミチコの顔を見るのが怖くてしょうがない。そう、こういうゲームです。これが塊魂です。スワンボートに固執してたスワン教の人ない。彼もまたコスモ感じに行こう。なんかいまいち物足りない。あ、そうだ、わかりました。おいしそうじゃない、この星空は全然おいしそうじゃない。みんなお腹空いてるでしょ、そこに気づけよこの野郎。おいしいといえばカニ、絶対にカニです。それはわかる、そこだけ同意する。おー、ちょっとまだ始まってないのにカニが捕まりに来た。7分でよろしく。これはサイズっていうよりかはカニを何匹巻き込めるかっていうゲーム。カニが雲みたいな動きしてる。キモ。こだわってもしゃあないな。次行こう。サイズアップしたらも、あ、でもそうか、サイズアップしたら戻ってこれなくなるか。よし、オッケー、もうよしとする。この庭こわ。怖くない庭今まであったんかって言われたらなかったけど。あの緑色の蚊になんか見覚えあるなと思ったら、僕がトリビュートで星座作るためにめちゃくちゃ何回もやり直した結果、スタート地点で散々見ることになったあの蚊に、例の蚊に、噂のあのぶら下がってる蚊にどうやってたの。あ、なるほど、単純にサイズ足りなかった。そこか。この家、え、虫やん。おかんよく平気な顔してられるな。エビ、おかんのエビ。まあ、エビってカニやし、エビってカニみたいなもんやし。あの、皆さんカニ好きですか。ところで、あのさ、僕あの高級食材ってあるじゃない、いわゆるまあいろいろと、大トロもそうやけど、まあ何や、ウニ、イクラ、まあまあいろいろありますわな。でも高級食材って言われるだけあって、高級食材と言われるものたちはみんな高いじゃない、お値段が張るじゃない。そのお値段が張る高級食材の中でも、僕は値段と味が唯一見合ってんのがカニやと思ってて、だからまあいくら確かにうまい、ウニ、うん、うまい、わかるわかるけど、やつらは高い。その値段を出して食べたいかって言われると、僕の中ではまあなんかたまにはいいかなぐらい。まあ高いからね、たまにはね、ちょっと高いけどお高いのも食べてみようかしらぐらい。大トロ、うん、高いけどまあまあたまにはね、毎日はちょっとね。カニだけは違う、俺はもうカニは毎日でも出せる。もういいもん、カニのためならいい、金を出しても惜しくない。あいつはうまい、
許す。あ、逃げた。まとめた。よし。美味しいよね、カニって。いくら美味しい。わかるわかるわかる。別にまずいって言ってるわけじゃない。高級食材はカニ以外まずいとか、そんな過激発言をするつもりは全くない。ただ、なんかどれも高いでしょ。高いからそのおいそれと食べられへん。ちょっと高いな。なかなか出せへんな。まあまあ、たまにちょっと贅沢するかぐらいの時やなってなるやん。僕はもうカニなら毎日でもいい。それによって破産してもいい。あ、え、これ上行ける？どうやって行くの？あ、ここ？はい、こうか。もうおらんやろ、カニ。なんか納得がいく。こいつらは高くていい。カニカマは食べてますけど、まあなんかもう料理に使うようになった。焼きそばとかに入れたりします。向こう側見えるけど行かれへんよな。カニ114匹や。3ヶ月分ぐらいのカニや。こいつムカつく。こいつ取りたい。高いとこから見下ろしやがって。あ、カニカマ焼きそば美味しいですよ。なぜみんな思いつかないのか理解ができる。お食べ。カニ芝居する。え、なになに。あ、なんかそういうの取ったんか。びっくりした。王様の頭がおかしくなってしまったから。なんか腹が立てへんね。いくらって言われてもカニの場合。北海道行ったんですよ先日。北海道行って、いや先日、まあ北海道行ったんですけど、北海道で僕ウニが食べれるようになったんですけど、その時ね、高いウニを食べようと思って、なんかウニ丼を頼んだんですよ。めっちゃなんか有名店でめっちゃ高い、一番高いウニ丼を頼んだの。1杯4500円したの。高いっしょ。ご飯の上にウニ乗ってるだけで。で、確かに美味しくて、うわーすげー、やっぱ北海道のウニうめえんだなーって思ったんやけど、とはいえ高って思って確かにうまい、うまいし、これは5000円出す価値はあると思う。でも高い、高いもんは高いって思ってんけど、僕あれがもしカニ丼やった場合、5000円をまるで高いと思え。5000円分の味がする。だってカニって平気で5000円ぐらいするやん普通。え、まだこれでもまだ 90% なの。120、え、120、120匹。最高です。これです。これ、王様が求めてたのはこれ。でもまだ 100% じゃないな。ウニチャレンジ、ぜひぜひ英雄に食べてみてください。美味しいです。とにかく夜空に浮かべちゃうわ。てってれー。は、感じる。感じる。コスモを感じるわ。こいつは何なの？カニ座が横歩きで帰ってきたのね。言えてないやん。おいしそう。ちょっと言えてないやん。カニ座っつってん。
2ぐらいで終わりじゃなかったっけ。星を作る8、まあこの星座作るシリーズがおまけでついてくんねんけど、ストーリーこれで完結ぐらいじゃなかった。ズトラーストビーチェ、はい皆さん問題です。どこの国の言葉でしょうか。正解はロシアでした。そうなんや、どういう意味なんやろ。ロシア語でこんにちはってなんて言うの。え、それなの。ロシア語でズトラーストビーチェって言うの。そう、効率悪くない。今日は街の中を転がしてもらおう。そうだな、12メートル、あ、12メートルか、まだ最後まで行ってないな。だって日本語やったらさ、こんにちはは最短2文字までいけるやん。こんでいいよ。昔のネトゲみたいになるけど昔のネトゲでオンラインになった時にギルド、オンラインになってるギルドの人が送ってくる文章みたいになるけど、こんですってことは何、ロシアの人もあれはズトでいいってこと。ズトですあ、この曲か。ねえねえねえ、ついてるや。うわ、懐かしい。最終的にパーやパーやパーしか言わなくなるやつや。この曲いいよな。おしゃれやよな。巻き込める、無理、じゃあ行かない。このサイズ、ここら辺りのこの辺巻き込んだことによって取れる。あー、じゃあもう缶詰いける。いやでも缶詰取れる、缶詰が取れるのであれば、缶詰っていうかこのシャベル取れるのであればこの辺に折った方がいいんじゃないか。 OK、順調やな、これは。さてはいい感じのルート取りできてるな。よしよ、え、なんかもう発売から十数年経ってる今になってこのゲームのサントラ欲しなってきた。全部入りみたいなサントラないんかな、ベスト版みたいな、ベストセレクションみたいなんでもええねんけど、この曲好きみたいな大体入ってるやろ。アイマスの曲も入れてくれ。団結やったと思う私が。急に途中でセリフパートが入るから気が散って全然ゲームが楽しくなくなる。あの曲も入れといてくれ。ユキホは黙っててって言われる。そこだけめっちゃ覚えてる。あーひどいって、そのやりとりだけめっちゃ覚えてる。みんながリーダーになればいいんじゃない。かっこ名推理は、そうか、仲間だもんゲー。どんなメートル45。よし、ペットボトルも巻き込めるようになった。バケツもいける。あー、これはこれはもう次行こう。ここに長居してもしょうがない。うわー、でかい車、でかい車、でかいアフロ、めっちゃウィスパーボイスで今巻き込めって言ったな。こわ、どうする。女の人が耳元でめっちゃ吐息混じりに巻き込めホラーや。広告の品よりどり3個980円。
お代理様3つも欲しいか。あ、お代理様じゃなかった、これ5人囃子やった。じゃあ足りへんやんけ。足りへんやん。どりどりここにしてよ、1500円出すから。そんな5人囃子3つだけかけることないやろ。昔トリビアで見ましたが、5人勘定の真ん中は人妻。へえ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 。なんか覚えてる。5人勘定、3人勘定や。俺絶対マジんねん。3人勘定と俺5人囃子絶対にマジんねん。なんで？そう、マジらしい。なんか詳細覚えてないけど。絶対にマジんねん。おひなはさ、まに興味ないからかな。俺のお祭りちゃうしな。でもなんか実家にめっちゃでっかいひな人形あったけどな。どうしたんかなあれ。みんなさ、この先さ、仮にこう結婚して子供生まれて女の子ができたとするじゃない。買う？ひな人形。買うまで行かなかったとしても、誰かもし親戚があげるよって言ったらどうする？うちに置く？あ、でもまあ半々ぐらいか、半分ぐらい、まあ、あってもいいんじゃないかな。何よりもね、まあ、買うとするじゃないですか。邪魔になったらどうする？処分できなくね？って思ってるんですよ。捨てられないでしょ。あれって どうすんの？ゴミには出せないでしょ。なんか人形をなんか供養してくれるお寺みたいなあるやん。ああいうとこ持ってくってこと？遠いぜー。なんか関西にもあんねん。どこやったっけな。でもすごいなんか海の近くでめっちゃ偏僻なとこにあるね。そんなんどうする。ダッシュしたらすごいとこ行ったわ。で、なんや、ん、ずっと気になってることがあってさ、ひな祭りの歌、ひな祭りの歌あるじゃない。明かりをつけましょう爆弾に、ドカンと一発ハゲ頭あるじゃないですか。あの歌ってさ、って全キャラ登場する？ずっと気になって、5人囃子を増えたい子、あ、5人囃子おるな。で、お代理様とおひな様2人並んですまし顔、何すましとんねんやけど、まあまあおるな。右大臣と左大臣いる？
あのなんかなんかあの お酒飲んで赤い顔になっているみたいな歌詞があったような気がすんねん。なんかう大臣となんか酒を煽ってなんかバイトテロみたいな歌詞があったような気がするから。あれ、右大臣と左大臣両方登場する？三人勘定は、三人勘定は出てる。三人勘定の笛太鼓、うん、あるある、出てる。右大臣と左大臣どっちかしか出てなくない？あ、そう、赤い顔の右大臣みたいなあったよな。そう。なんかどっちかしか出てこなくない？左大臣あかんよな。そうやな、やっぱそうやろな。左大臣削られてるよな。ほら、え、どういうことそれ。左大臣はキャラソンがあるの？もしかして俺が知らんだけで。ちゃんと救済されてんの、公式によって。そんなんだって左大臣推しの子はどうしたらいいの？なんで佐田様出てないんですかみたいな、すごいやろ苦情。いや、その後左大臣ファンの皆様お待たせしましたって言って左大臣のキャラソン出たとかなら別にそれでええねん。それはもう何、左大臣あまりにも人気がないから、逆にもうファンの人らはどうせマイナーキャラですからって言って諦めてるの。はあ、佐田様はね、どうせ曲にも出てこないし、右大臣左大臣コンビみたいな感じでソロもないし、あかん、完全に詰みました、終わりました、ダメです、私もうダメです。あ、いや、三人勘定ってどっかに出てなかったっけ？三人勘定は根強いファンがいるはずやから、三人勘定出せへんかったらまずいんじゃない？お雛様人妻やからさ、秘書長キャラオタクから人気出えへんから。三人勘定はちゃんと彼氏なんていたことがないキャラクターで固めて釣ってたはず、オタク。あ、せ、よく似た勘定の白い顔や。お嫁にいらした姉様にみたいなんじゃなかったっけ、違ったっけ。よく似た感情の白い顔じゃなかった。よう出てきたな今歌詞。せやんな、当てるよな。せやわ。それ2番か。2番でも全然思い出されへん。最初どんなんやったっけ。をつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人林の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。シャ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 、ワン、ツー、スリー、フォー。デデ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 デ。そうか、それが2番か。4番構成？マジで？そんなにあったの？わあ、なんや、ここに来るまでに塊を大きくしすぎた。
ちょっと待って、これすごいことになってない？なんかアホな話しながらやってたらすごいことになってない？なんだこのゲーム。全然パヤパヤなってない感じやねんけど。金の屏風に映る日を汗かすかに有する春の風、少し白酒めされたか、赤いお顔の右大臣や。そうや、せや、そこまで覚えてた。それを覚えてたから右大臣か左大臣どっちかしか名前が出てなかった気がするなっていうところにたどり着いてんの。俺ひな祭りの歌詳しい。やった、家を引っこ抜けるようになった。楽しい。せやは、そうや、少し白酒召されたか、赤いお顔の右大臣、そうや。なんで全体的にあのご丁寧なのかな。なんか全体的に歌詞からそのお雛様に対しての敬意を感じるよね。やっぱりひな祭りを長年過ごしてきた人たちはこのそこに対してはもう、いや、お雛様にそんなタメ口なんて聞けません、右大臣様にそんな。おひなさまって言っちゃうもんな。ひなちゃんって言えへんもんな。お前んとこあれな、あれひなちゃん出すん？ひなちゃん、おひなさまだろうが。なるもんな。あと3分間も何すればいいんでしょうか。暇なんですけど、なんか極めたんですけどこのゲーム。王様、王様、やることないんですけど王様。ああ気球も取れた。この気球取れんのかなと思ったら、取れたらもういよいよやることない。パヤパヤ言うしかない。せやわ、今日は私も晴れ姿やわ。右大臣と左大臣両方押してる人は多分うさたんみたいな、うさ派とさう派ですごい喧嘩すごいんやろうな。うさはない、うさだけはありえない。おだごばはまだわかる、おだごばはまだわかるし、ゴバオダもあり、そこはリバを、リバ許す。ちょっと本格的にやることがね。空景色も知らむわ。オージルックできへんねんけど、サイズでかすぎて。もういいよ、終わってくれ。全然このステージ終われへんから、めっちゃどうでもいい話してもたやんけ。なんちゅう話しとんねん、5000人も来とんのに。
すげえ言ったな。エコ星エコ星、ちょっとひこ星っぽい。はあ、また日本の文化を勝手に腐女子に腐女子ライクにしていくやつ。大きくて素敵ですね。僕も宇宙飛行士になりたくなっちゃった。ほほほ、お父さんも喜びますよ。ところでお父さんはどこにいるのかしらね。続く。あと2つぐらいあるかも。乙女座にするか。じゃあ乙女座はよう知らんけど女の子いっぱい巻き込むやろ、どうせ。セクシーです。この星空は全然セクシーじゃない。わかる、セクシー欲しいよな。いいな、セクシー。うわセクシー、何この。乙女だらけだ、セクシー乙女だらけだ。女の子ってずるいよな、セクシーやもんな。もうセクシーな男もいるけど。11分ほどで、あ、ちょっと こいつが怖いから、ちょっとこいつが貫通、いやー蹴られた何すんねん。花があるよな、女の子ってな、いいよな、息してるだけで花あるもんな。ね、あれだったんですよ、小学生ぐらいの頃かな、めっちゃくちゃ女の子になりたかった時期があって。男女、何この生物、オス女って思ったことがあって。あれこじらせてたら今頃 LGBT やってるかもしれない。政治にややこしいことになったかもしれない。いやでも一回ぐらいみんなあるんじゃないの、やっぱり。なんか女の子は女の子で、はあ男やったらなーみたいな、 あるでしょ。なんて言いながらお嬢ちゃんを大量に巻き込みましたけど今。お嬢ちゃん巻き込まれていけへん。なんでここ登られるの。お前女の子ちゃうんけ、いらん。おら、よし倒す。よし、はあ人魚、人魚。なんか巻き込めへんやつがいる。今回人数系やから、系の時はもう片っ端からなんか地獄みたいなとこがある。こんにちは。ほらよこせお前らを、おっちゃんおっちゃん不純物混じった乙女座に不純物が混じってしまった。この曲一番好きかもしれん。あ、王様プレゼントあそこにあるな。アマさんなんでアマさんがお茶摘んでんの。
とママ清乙女清乙女って黄色い乙女って意味だよ。生娘みたいな意味かと思ったわ。時間すげえあるな。こんなに何使うの。男はいらん。よし。あ、なんかこいつは付き合おうとしてる。許さん。あ、ここ入れるのか。人だけ欲しい。お祭りお姉さんと中身だけ回収していきたい。いけるか。いけてるな。この女の子の像も多分回収できんやろな。俺出てこいや。おら、出てこいや。気を止め、出てこいや。おら、逃げ場あると思うとる。やあ、くそ、後でにしよう。丸ごと巻き込めるようになればそれでいい。青乙女、あー、ちょっと後でしょ。意外とまだ、おお、なんか、はい、え、リンコから出れない。リンコから出れない。どうやって入ったの。なんかサイズが大したことないな。塊をよく見るとすごく気持ち悪い。ほんまや、キモ。キモ。うわ、すごい、呪われそう。身体測定ってことは身体測定してたのか。ちょっと塊のサイズを上げていかんと。塊のサイズが小さすぎて取れてないのがいくつか。日本の警察とは思えへんのよ。いや大丈夫ですよ。ここから植物とか取っていって人を上書きしていくので。なんや、なんかやってる。女がいるなぁ、女がなぁ。男はいらん、男はいらん。あー、あー、ゾウも取れる。くそ、取れ、気を止め、出てこい。電話ボックスごと巻き込めるようになるサイズまで育てよう。塊を。おお、でもかなりでかなった。いいぞ。女の子何人巻き込めるかっていう政治やから、女の子は一人だけ取り逃した場合でも積極的に取っていこう。このゲームをちゃんとやる上では、なんか一人か二つとか一つ二つぐらいやったら取り逃しても無視した方が早いねんけどね。塊を動かしたらキモ。キモ度が上がった。ゾウも回収して。女、こいつ欲しい。クソ、この魔女っ子すげえ高いとこ飛んでる。よしじゃ、よし、魔女っ子も食った。あー、ちょっと待って、女、よし、いけんじゃんこれ。来た、気を止め。
袋を差し上がって。あ、こなに？なんか女の子並んでない。あ、ゾウもある、ゾウもある、ゾウもある。ゾウを取りながら信号機みたいな女の子取って。あ、なんか お嬢ちゃん一人はぐれてるやん。大丈夫かいな。今助けるよ。よし、ここにもまた一人。これなんやろ、あれかな、塊崩れた時に漏れたのかな。まあまあ、もうなくない、かなり取ったぞ。あ、せや、ここにプレゼントだったな。あー、お前何してんねん。なんかしれっと寝てるやつがいる。ちょ、こいつの位置がむずいところに。よし、金魚お姉さん、おらー、金魚お姉さん、あ、ここにもお姉さんが、水着のお姉さん。俺らとして見せる絆、ナイスコンビネーション。あー、そこにもいるな。これお祭りお姉さんやな。よし、あ、これあれか、一番最初の橋の上におった小娘。こいつ、あー、降りてくるな。そのまま降りておいで。よし、あー、ちょっと待って、まだいるやん。ん？取った？あ、取ってない。180、まだおった、182。ちょっとマップをくると回ろう。一通り取ったんじゃないか。まだいるか。この区域にいた女は死滅したと思うけど。これもしかして、あー、ひな人形もカウントされるのか。やばいやばいやばい、待て、あと、あー、無理か。通りだけ取り損ねた。ふう、負けました。セクシーに関しては誰にも負けないつもりだったけど、こんな塊誰も勝てない。あ、でもまだ取れてないのある。人形とか取り逃してんのかな。185乙女、もうクレイジー乙女グレ。俺様、目が覚めました。上には上がいるのね。乙女気分のままではいられないね。ふう、なんやこれ、なんかすげえダサいタンクトップもらった。キヨ、てってれー。は、コスモ感じるんでしたよね。は、感じる。コスモを感じるわ。アーの乙女座が帰ってきたのね。言えてへんやん、だから可愛らしいわ。アーの乙女座って言ったよ。プレゼント全然あげてなかったな。ランニング着なさい。じゃあ着なさいな。あ、服だけなんやったっけ、初代って。顔装備みたいなのがないのか。じゃあランニング着て。何やこれ。魚座、白鳥座、双子座、冠座。あ、星を作る9が出た。10で終わりかな。さっき12メートルとかやったっけ。よし、世界の中転がしてもらう。そうだな、30メートルぐらい。20分長めっちゃ遊ばしてくれるやん。ストーリー系の、うわ、転がり続ける転がり続ける私。ストーリー系やと新しい曲も出てくるしね。
あれ、ここボーカル曲じゃないの？え、なんか急に、あーよかった、めちゃくちゃしっとりすんのかと思った。でも今んとこまだしっとりしてるよ。ちょっと高いバーみたいになってるよ。ホテルの中とかにあるやつ。ピアノ生で弾いてくれるやつ。この BGM を覚えて、今思い出したわ。この曲もかっこいいな。早くここから出たい。こんなしょうもない、しょうもない果物巻き込んでる場合ちゃうねん。しょうもない果物巻き込んでる場合ちゃうねんって今思い出したけど、そういえば僕イオカン買ってきたんですよ今日。皆さんご存知かどうか知らないですけど、僕あのイオカマーなんですよ。イオカンをとても愛している男でして、最近スーパーに行ったらイオカン売っててさ、買ってきちゃったのさ。よしよし、イオカン美味しくないですか？何なんですかあれ、あれ考えたやつ誰なんですか？神様ですか？ありがとう。もうなんかお金持ちみたいなことしたい。神にご挨拶したいよね。こちらのお客様が、こちらの人間が神にご挨拶したいと。いや、こんなとても美味しい柑橘類を作ってくれてどうもありがとう。一度顔を見ておきたくてね。フィッシュファンって書かれた T シャツ着てる。魚楽しいんやろな。あーあかん、魚取られへんか。ならいいや。こっちの方が上の町の中が。イオカン食べたことない。え、何拷問それ。どうしたの、何したの、何人殺したの、何人殺したらイオカンを食べることが許されない罪に処されるの。めっちゃかわいそう。核爆弾2万個ぐらい落としたんかな。え、いやもう食べて、美味しいから。美味しき食べ物やから。みかんとの違いがわからん。は？味覚大丈夫ですか？急にすごいマジレスするけど、味覚大丈夫ですか？味覚のみーちゃん大丈夫ですか？苦いのよ、予感って。みかんとかってもうアホみたいに甘いでしょ、あれ。頭悪いから。みかんってアホやから。あいつエフランク大学出てるから。めちゃくちゃ頭悪すぎて、もうなんか、もう甘い以外の自己表現の仕方を知らんから。ああ、みかんとか言うてんの。予感は違うよ。八作も違う。あの辺、予感だの八作だの、あの辺は苦いんですよ。ちょっと苦みがあって、まあそれがまたうまいんやな。八作もいい。八作もいいよ。わかるよ。どっちも好きさ。あ、いいよ。これか。OK、冷めとった。
作もうまい、夏みかんもうまい、っていうか柑橘類全部うまい。僕柑橘類であかんの、柚子だけです。その柚子も最近ちょっと大丈夫になってきました。子供の頃柚子がダメで、それがトラウマになってて、柚子シャーベット食べて、うわなんじゃこれまずってなって、それ以外怖くて食べれてなかったんですけど、なんか大丈夫になりました。あれ分からへん、なぜ。あんまり積極的には食べへんけど、全然食えます。でも一番うまいのは何か、あ、でも八朔かもな、俺一番好きなの。八朔、イヨカン、ポンカン、グレープフルーツ。グレープフルーツが僕はちゃめちゃに好きで、グレープフルーツ美味しくない？あの小学校の頃、毎日朝ごはんにグレープフルーツをスプーンで中身を吸い寄せて食べてました。吸ってました、このフルーツ。洋館、いやもう買ってみてくれ。八朔でもいいよ、もうどちらも美味しい。コーツつけがたい。カボスすら美味しい。カボスってさ、なんか名前の響き間抜けじゃない？間抜けで可愛くない？カボスって、だってさ、君なんか最近できた友達がいるとするね。最近できた友達がいて、結構まあ話が合う、趣味も結構合うから、最近ちょっと仲良く一緒に遊んでる友達がいるとするじゃないですか。その友達が、あ、よかったらうち来る？って言いました。で、あ、じゃあ遊びに行くわ。遊びに行きました。そしたらその子の家に行ったら猫を飼ってて、あー猫飼ってるんだって言ったら、うん、そう、猫うちにいるの、名前カボスっていうの、可愛くない？カボスちゃん可愛くない？その名前ほら可愛いな、可愛いやろ、カボス可愛いね。それでピンときたやろ今。ほんまや、カボス可愛いってなったやろ今。つまりカボスは可愛い。分かってもらえた。なんかついにゲームに対してのコメント完全に消えたな。ありもしないイフストーリーを語りながら固まり転がっちゃう。このゲーム、そのゲームに対するコメントをしだしたら、もうなんか攻略情報を語るしかなくなるから、こんなに脳みそを使わずに雑談をしながらやっても楽しい。それが固まり魂、あー気持ちいい。気がいっぱい抜けた時やたら気持ちいい。ちなみにもし僕が猫を飼うとしたら、オスやったら渋い名前つけたいです。鬼瓦、兵衛門、長っ。なんで名字俺の名字ちゃうねん。鬼瓦、兵衛門。
動けない。やばいな、ペース遅いんちゃうかと思ったらまだあと10分もあったわ。僕の名字ですか？僕の名字吉田ですけど。どうしよう、行き先、あ、こっちか、こっちで、あともう少し稼げれば。あ、落ちました。え、まだまだ行けるとこあんのかな。いやえ、これどうしよう。あ、こっちか、こっちか、見つけてしまった。すごい登るやん、すごい登って、そしてその先には何もなかったやん。こっちか、オッケーオッケー。やっと来たー、新マップ。どっから行くんやろ。分担ってどんなやつ。食べたことないかも。でもなんかボンタンっぽいから美味しそう。ボンタン飴が美味しい以上美味しいに決まっている味が漢字の名前をしている。あー、テトラポットが、あー、テトラポット登って、あー、テトラポットとテトラポットではない。テトラポットは登ってなかった。あー、戦った死の方法に頬ずりすると、そのぐらいで時間止まってたまるか。何の能力者やねんお前の彼氏。よそでやってくれ。おーいた。まあまだ時間もあるし。あのさ、アイコとさ、大塚愛って何やったんっていうぐらいの流行りじゃなかった。ほんまなんか一瞬天下取ったよな。何してんねんこの人ら。怪獣かかわいそうやろ、もうやめたれよ。怪獣めちゃくちゃ開けてるやんけ、やめたれよお前。間違いなく一時完全に天下取ったやん。特にもう大塚愛なんて完全にそうやん。一発屋でもなかったやん。なんかその後本当に目を疑うぐらいどっか行ったけど、何やったあれ。夢やったんかなってなるよな。あれ、いたよな、確かにいたよな。曲自体は未だに好きなんですけど、あれ何やったんだ。おー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 、すごい塊が取れた。あ、アイコまだ出てんの。まあでもあの感じは需要はあるやろな、なんかどの時代も。そう考えると僕の発想に近いのが大塚愛。かかるねー、回すねー、塊を固まるねー。この子にまだサイズ上がった。
西野かな、西野かな、相当おらん。西野カナが会いたくて会いたくて震える言われてたのっていつよ、相当前やろ。いまだに震えてるだろ、そうやって。あれ西野カナって活動休止したんやったっけ。あー鳥だ。あーすごい回されようとしています。回されてたまるか。このステージではこいつを取るのは難しそうやな。ここぐらいまでが限界かな。よしよし、もうええやろ。あいみょんめっちゃいいですよ。あいみょんもでもゴリ押し感あるよな。なんか長年残るかどうか微妙なラインやよな。おらー生きていたんだよな。おらー新た解剖か。おらマリーゴールド。よし、まあまあ取れるな。おー学校もいった。これもうこのマップで取れるもんなくない。これあ、取れる。ヒーロー取れる。ジャンボーマン取れた。え、これもう世界掌握したんやけど。あたいあたいやっちまったんやけど。強い。ジャンボーマン2号強い。あー、ジャンボーマン2号が強い。イバジラ。あかん、2号には勝てへん。え、塊魂って勝ち負けとかあるんですか。いや、もちろんですよ。もちろんありますよ。なかったら誰がやるんですか、こんなの。この試合は僕の勝ちですよ。決めてやりましたよ、完全に。ジャンボーマン思ってたよ、ほんまにジャンボだって。ああ、ちょっとなんか僕は一生懸命集めた塊が、カジキマグロが。よし、あと2分カットしていただいていいんですけど。ジャンボーマン2号を倒すことはできるのかな、このステージで。おりゃ、大きめのやつ測れた。これ1分切りました。途中終了は無理やね。てか続編もできたっけ、切り上げるみたいな。カジキマグロ誘う。すごい刺さった。ジャンボーマンな、額に刺さってたら面白かったね。切るわみたいになってたら。
とこと遊びに行くから急いで宇宙に戻ります。せやねんな、結構初代もやることないから終わらせてくれみたいな時ちょいちょいあんねんけど。そっか、続編ではできんのか。ストーリーモードがぬるすぎる。あ、寝る人おやすみなさい、寝る人おやすみなさい、みんな寝るって、寝るってよ。てくるのお父さんじゃない？お父さん、中止中止、今日の打ち上げは中止。あらあら、せっかくあなたの打ち上げを見に来たのに。まつげ長。だって月がなくなったのですよ。あらまあ、本当に月がない。そうか、最終ステージ月や。見せて。最終ステージ月作るんや。そうや、思い出した。魚座を作る、月を作る。ああ、じゃあもうこれで終わりか。んなら冠座、北極星、牡牛座、月。まあ月作って終わるか。じゃあサルート、エスペラント知ってる？王様も宇宙エスペラント作ってみようかな。頑張ってる王子に王様からプレゼントを渡すの恥ずかしいから地球に置いてきちゃいました。なにこいつ、何笑っとんねん。めっちゃ笑顔やん。よし、目標が 300m、 25分。めっちゃやらすやん。ごめんな。あ、落ちた。え、でかくないよ。だって塊魂、あ、初代は無理か。初代無理やけど、塊魂ってこれ最終的に塊のサイズ100万キロ超えるからな。多分初代は無理。そして皆さんお待ちかね、テーマソングです。いい曲やよな。初代1キロいけへんやったっけ。そうか、まあどんだけのんびりやってもええやろ。でっか、こわ、こいつ。何か分からんけど、何か分からんけど追い立てられた。わしが何したいの。塊転がしてるだけやん。絶対あいつ後でも、こんなこと。はい、格子全部いただきます。ありがとうございました。あ、もう一人いけるやん。全然余裕できるやん。そうか、もう2メートル超えてるもんな。超えてはなかった。2メートル近くあるもんな。この辺はもうめちゃくちゃアバウトに取っていっていいはず。塊魂っていうゲーム自体があんまり細かいものに固執するゲームではない。なんかテーマがあって、このテーマに沿って取っていけって言われた時はそうでもないけど、特に来れてない時はもう次から次へとマップを変えながら、今巻き込める一番でかいやつを探して、アバウトに取っていくのが多分一番ゲームの展開が早いです。
獅子舞取れる。まだ微妙かな。3メートル、目標まであと297メートル。月ってどれぐらいのサイズあるの？300メートルとかじゃないよ、さすがに。もっとでかいでしょ。さあ、宇宙行きたい。ゾゾタウンの社長が行く言う、なんか言うてる話してるやんか。行きたいか。怖くね、宇宙。なんか僕めちゃくちゃ飛行機が苦手で、飛行機怖いわ、飛行機乗りたないわって言うけど、それでも飛行機に乗って北海道に行くのは、そのめっちゃ怖い飛行機を我慢したら、その先には北海道というとても楽しい場所が待ってるからやねん。それなんかめっちゃ苦労してさ、宇宙船乗ってさ、何 G にも耐えてさ、辛い思いして、ほんで金もめっちゃかけて、たどり着く先宇宙やで。いや、まあそれは珍しいもん見れるやろうけど、うひゃー宇宙ーとはなるやろうけど、そこまでして行きたい宇宙。地球でええわ、地球気に入ってるから。地球好きだし、日本好きだし、俺地球のこと裏切られへん。それでさ、だって宇宙行ってさ、宇宙空間から月見下ろして、おー、これが地球か、じゃあそろそろ帰るかっていう時に地球が拗ねたらどうする？そろそろ帰るかっていうタイミングで地球側さんがなんか大気圏いつもよりも多めに幅取ってきてどうする？え、宇宙行ったんでしょ？ほんならもう宇宙でいればいいんじゃないみたいな、めんどくさい女みたいなこと言い出したらどうする？もう私に興味ないんでしょ。火星にでも行けばいいじゃん。大気圏突入前にめっちゃ地球慰めるやなあかん羽目になったらどうする？やべえ、戻っても回収できるもんがほとんどない。あ、でも植物が取れるはずやな。もう植物を取っていこう。宇宙と深海ならどっちが嫌ですか？どっちも嫌や。強いて言うならでも深海の方が嫌や。なんかどっちも暗くて冷たいけど、宇宙、まだ宇宙はなんていうか目的地があるから。ああ、もう高いところから地球見たいなーとか、他の惑星眺めたいなーとか、まあまあまあ、深海何もおもろない。深海行ったら何、じゃどのお店に行けばいいの？それ深海詳しい人に聞くしかないやん。でもおらんやん深海詳しい人。もう深海初めて行くんですけど、初めて行くのはとりあえずどこ行ったらいいんですかね。
デニーズとかないですよね。あと深海魚キモや。バトン深海魚キモや。なんで深海魚あんな見た目キモいの。深海の生物ってさ、神様がどうせ誰も気ぃつけへんやろうと思って適当にキャラデザやってるよね。こんなとこ見に来るやつらおらんやろ。しかもこいつら自身も頭悪いから鏡とか見つけへんやろ。ほんま多分忙しい時期やったんやと思うよ。もうそろそろ金曜日やったんやと思うわ。金曜日でやばいやばいやばい、1週間で作らんとあかんから時間ないで。これどうする。なってたのはわかる。あと2日しかないで。おい、この上だね。だから1週間でできますなんて言うな言うたやろ。1週間どころか俺予定ではありやからな。最後の日は1日休んで、いやー6日でできちゃったよって言うつもりやからな。無茶ですよ、無茶苦茶ですやん。1ヶ月はください言いましたやん。しゃあないやろお前そんなもん。営業が取ってきたやん。また営業か。締め切りも締め切りやったから、修羅も修羅や。神様の机の上にはすごい数のモンスターエナジーが並んでいたと聞くよ。とりあえず太陽の下歩いてる生物に関してはいい具合にデザインしたんですけどね。海どうします。これ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 、魚のデザイン流用しよう。これ元にして、はいはいはい、シュシュシュ入ってきた。適当すぎません。こんなとこ来るやつおらんやろ。大丈夫や。深海も大変なんやな。このサイズやったら登れる。いけあかん、ここ固くなに登らせてくれへん。ここよいしょーい。ゆっくり崖登るときのこのめっちゃこの、ああ崩れた。めっちゃこう気合い入れてまう感じ。よいしょーい。ジャンプはできない。ジャンプはトリビュートしかできない。これ初代のリメイクやからね。リメイクっていうかこれ移植やよな。何やったらほとんど初代と一緒やよな。なんか違うんだ。タイトル変えてるけど中身初代とほとんど一緒やねん。これにかリマスターってことでもない気もするけど、まあでもリマスターに近いかな。よいしょ、ひょっこりひょうたん島。養殖網が結構でかいんですよ。でかくなり始めの頃、あーひょっこりひょうたん島が、チャプ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 分けて雲をすすいすし寄れて、お大事ならどこへ行き、僕らを混ぜてどこへ行き。
しゃあ取れた。ジャンボーマンボケ。よし、そろそろ建物じゃきつくなってきたな。取れる建物だけ全体的に回収して海に出よう。怪獣オラ、あ、強い。すいませんでした。また後ほど戦わせていただきますので。あー、ツインタワー、ツインタワーに、ツインタワーに挟まりました。危ない危ない。このタワーでかよっしゃ、島巻き込めるようになってきたな。この本ももう根こそぎいけるよ。まだこれはでかい。この辺まで来たらね、なんか巻き込めるものと、ほらほらほら、巻き込めるものと巻き込まへんものがガバガバになってくるんだよ、ほら。こんなんサイズ感的に言ったら、今までやったら絶対無理やって。これとかもいけんじゃん、ほら。この塊のサイズでこれいけんのみたいな巻き込み方ができるようになってくるから、この辺りからはもう見た目あまり気にせず、一旦ぶつかってみる。大事。よいしょ。この超ジャンボタコは無理。タンカーもまだ無理か。とはいえ言うてもうこの辺は全部いける。ここ丸ごといける、丸ごといけるから。あ、スイッチで出てるのでぜひぜひ、さっきなんか誰か良さげやから買ってみようかなみたいなコメント、任天堂スイッチでも出ておりますし。なんでこれ巻き込めててこの観覧車あかんの。何でできてんのこの観覧車。すっごい硬い。スタジアムはまだ無理。ビルはいける。竜巻も当然まだ無理やよな。無理やな。まだでかい島もきつい。ちっちゃい島やったらいけるから、ちっちゃい島を。そろそろタンカーいけるか。 200m。 ちょっと小島を巻き込んでいこう。小島だよ。あれ鬼ヶ島か。鬼ヶ島いけそうやな。しゃあ、エリア外に出ます。エリア外に出ると反対側にから戻ってこれます。ここももうちょっと頑張ったら取れそうやな。まだ無理か。タンカーいけるんじゃない。そろそろいったー。ここもいける。雲無理。雲は無理か。渦潮いける。渦潮と板もいける。そろ、もう、あー、そうや、氷山氷山、この辺が、あー、でも、あれか、あれ、なんか、エリア、あれ、マップがやつかやねんけど、なんでや、マップの形がわからん。あれ、追い出された。あの氷山マップ外に存在してんのか。え、なんかすげえでっかい石も取れてるやん。真っ白なのはあのマップ外です。真っ白になったのにそのまま突き進み続けるとあのマップの反対側から出現します。 OK、 いけるってきた。いいね。結構でかい島も引っこ抜けるようになってきたな。オッケー、空港も行ける。これはもう行ける。雲も行ける。この雲は行ける。キノコも、あー、キノコ無理。
燃えているのであれば、虹はまだ無理かな。雷様は受けたい。台風が取れるか。台風はまだ無理。これ台風なんですけど、これ取れたら多分もう取れないものはない。あー、サイズが足りんかったんか。さっきサイズ足りんかったからマップが扱いになったされたんか。もう全部いけんじゃん。まだ、あー無理か。虹いける。虹釣った、よし。この辺まで来るともう挙動が重たいでしょう。そうだ、でもね、初代は まだ竜巻取った。あ、よし。台風で竜巻か。よし、初代はでもね、これで終わりやからまだまだです。みんな大好きは知らんけど、ビューティフル塊魂、この月宇宙まで行くから。こんなに必死に頑張って惑星作って宇宙を元に戻したのに、ビューティフルでは宇宙末期の惑星片っ端から塊にしていくから、なんでやねん。トリビュートは多分ビューティフルより後に出てるから、宇宙行けると思います。動画をお楽しみに。雨雲取るか。雨雲も取って、でマップ外出た方がいいかな。このステージ終わったらまあ終わりにしようかなと思ってます。こっからはもうひたすらこの残っている島をプチプチ取っていくわけです。感じで前進する分には早いので、前進を駆使して、雨雲のせいで塊からすごいシャワーが。これ最高900いくんやったっけ。そういえば100はかなりの努力を要求されるな。周囲にあるキノコを滑っていこう。こよし、もっとしまって、あー、この氷山ゾーンの氷山も引っこ抜いて、少し大きめの島は取り逃しのないよ。な、このゲームようわからんなと思いながら見てた人楽しいでしょ。このゲームおもろいかもしれへんって思い始めたでしょ。いや、塊魂は面白えから。しかもこのゲーム基本スティック2本しか使わんから、操作も簡単。転がしたい方にスティックを倒すだけ、誰でもできちゃう。来るともうダッシュも通用しなくなる。きついな。水しようとって今なんかセンチしか増えんかった。
雲がでかいんだったっけ。雲だけは雲でかいな。1個あたり確定で1メートルぐらいな。雲とキノコ、ここのラインこのラインここのこここう雲島キノコブレーキこのみんな気づいてる？右下見てて転がすでしょ。この転がしてる塊にブレーキかけるでしょ。王子のブレーキ力見て、おらこれぐらいのサイズになったら王子がもうガチでブレーキかけに行くからめちゃくちゃ必死でブレーキかけてるから。そう、みんな気づいてた？右下で王子がずっと頑張ってんねん。頑張ってる王子アップで見れてんの。実はちゃんと動きに連動してるから。王子かわいい。出るか、一回出て。雲島雲島あの辺島固まってんな。雲ちょっとデカめの島。うわー島ー、あーちょっと待って、これはもう島くん。よし、まだいけるか。もうブレーキ、もうダッシュ使っても僕に詰めへん。中央地点にちょっと島が残ってんのか。いやーちょっと無理か。900は900結構効率的なプレイ戦と後半きついよな。ふかふか浮いてるけど夢なんかじゃない。883m62cm6mm 要測定したな、そのミリ部分。なんてたおやかなシルエット、このずっしりとした重み、このうららかなムード、そして溢れ出す親子愛。ああ、いい話にしようとしてる。ムカつく。王様ちょっと感動してます。うわ、早っ。なんなのそのスピードは。速くて王様の手に負えない。え、どういうこと、下ネタ。早く王様プレゼントすごいの出してきたね。この大きさまで来ると何を一番巻き込んでるんだ。大自然。そらそう。では月を星空に浮かべますよ。てってれー。コスモを感じる。月ってこんなんか。え、月ってあんなんやったっけ。俺の知ってる月じゃない。コンペイトーやん。とうとう月も星空に戻ってきたね。お帰りなさいお月様。お前が壊したね。よってお前が壊したね。王様頑張ったと思う。かなり頑張ったつもり。あ、王子。何何何なの。あはん、わかった。もしかして王子ちょっと大きくなった。ああ、なってるなってる。1センチは大きくなってるよ。これもこれもまた王様のおかげなんでしょ。あとは全ての星を元に戻すだけか。さっさとやれよあ、俺がやるんや。僕がやるんすね。プリンスオブ王子、キングオブ王様。
王様オブ王妃。あったな、これ謎ダンス。え、肩焼きそば。サンキュー。以上アンコールでございました。まあ、実質初代プレイステーション2の初代塊魂です。これが一番最初の塊魂です。あ、なんかメイツ結構足りてない。あーごめんな、なんか両手つなげてない子らごめんな。エンディングが松崎しげるやったっけ。よし頑張るぞ。ちなみに回収した国は左下に名前が出ます。まだ取れんか、この辺。え、取れん、マジ。あー、カンボジア、ベトナム、あー、バングラディッシュ。なんか細かい国が集まってるとこない？ヨーロッパあたり行ければすごい塊で取れるんじゃないか。ごっそりキルギス、あー、マレーシア、ブルネ。くそ、世界地図で見たらなんとなく場所わかるかもしれんけど、なんかこれで見るとわからん。ニュージーランド、あー、ジャペン、モンゴル、北朝鮮、韓国。ってことは、あ、ここ太平洋でしょ。アメリカどこ。もうなんかすごいいっぱい取れた。パナマ、キューバ、あー、アフリカ、南米。キューバってどこ。あれ欲しい。パラグアイ、ウルグアイ、南米か。アフリカどこ。なぜこの辺取れないの。これが僕たちの地球だ。ロシア欲しいんですけども。あー、ヨーロッパ来たった、ほら。しゃーん、丸ごともろたったで、ヨーロッパ。この辺まだ塊サイズ的に取れるのか。ロシア欲しいな。でももうなんかこれどの国が取れるのか分からんから、見ただけでも。だから結構適当に転がすしかないよ。このゲーム極めたやつしか多分全国取得無理やと思う。あ、こっち取れそう。あ、無理そう。くそくそ。ここに取ってるな、取ってるな。取ってない、取ってないとこ、取ってないとこ。あ、これここ取ってない。あー、地球戻っていく。待って。なんか何が取った？何が取りました？でかい。カナダ取った。またでかい。中国取った。でか。え、これロシアいけるやん。あ、インドネシア違う、向きが逆。ついでに南極。あ、ちょっと待って。中国ここやったから、ロシアはアイスランド、アイスランド。ロシアどこ。ロシアどこや、ロシア。塊に巻き込まれて家族揃っての月旅行になっちゃった。あ、はい、すいません。あ、ムツオさんにお叱りを受けてしまいました。まあ一応まだあと、これでエターナル、あの制限時間なしで無限に転がし続けることができるというモードが解放されるのと、あとまあ一応あの星座、作ってない星座がいくつかあるので、まあまだまだ遊べるんですが、気づいたら3時間やっておりましたので、
この辺にしときましょうか。怖っ。素敵コレクションで、なんか今まで回収したものが一通り見えたりします。ちなみに多分これ素敵コレクションにある一言メモみたいな、隙間に頭を入れると抜けなくなることがあるので注意。この辺書いてんの王子やと思う。王子豆やな。あとメイツもいたんですけど、これメイツってどこで交換すんの。どっから買えんのこれ。あ、こっちか。ごめん、みんなおったんや。すげえすげえ無視してた。ごめん。そっか、みんなおったんやね。ごめんな。じゃあありがとう。そうか、初代ってそもそもメイツの変更がないんか。そうか、そう、みんな大好きだからか。じゃあメイツ帰れんの。なるほどな。よし、ということで初代塊魂でございました。いやー、面白いゲームやな。こんなに面白いゲームの、PS3 版である塊魂トリビュートのゲーム実況を上げている実況者がいるらしいな。これは見るしかないで。しかし、っていうかもうええから最新作作ってくれ。リマスターもいいけど、単純に最新作を遊ばしてくれ。とはいえもうネタ切れなんかな。もう宇宙まで行っちゃったしな、これ以上もうなんもないわって感じだよな。それはちょっとわかる。確かにやることずっと一緒やから、多少の飽きもあるしな。飽きてきたわっていうのもあるやろうし。でもなんか PS4 でな、なんかゲーム機一つにつき一作でいいから新作出し続けてほしいよな、などと思いつつ、はい、塊魂アンコール一気にやりました。楽しかったです。動画も引き続きよろしくお願いします。3時間ほど遊んでおりましたが、じゃあこの辺りで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、こんな時間まで塊転がしてるの見ていただけるなんて、塊転がしててよかったなー。